ムルマンスク州は、ロシア連邦の北西連邦管区に含まれる州の一つ。州都はムルマンスク。この地域は、モスクワ時間帯の標準時を使用している。時差は、アトックプラス3時間で、過時間はない。いわゆるラップランド地方の東部、コラ半島の全体を占める。西に、ノルウェー、フィンランドと国境を接する。ロシア連邦内では、南に、 カレリア共和国と隣り合う。八海、バレンツ海に面する。川や湖が多く、主要な河川にポノイ川、バルグザ川などがある。最大の湖はイマンドラ湖。ムルマンスク州の領域の大部分はツンドラ地帯、あるいは森林ツンドラ地帯であり、南部の一部に大河が見られる。この地域で産業、文化、人口の急速に成長したことを受け、 ムルマンスク地域とカレリア自治、ソビエト社会主義共和国のカンダラクシャ地域を合併して1938年にムルマンスク州が誕生した。ソビエトフィンランド戦争の終結後の1940年にソビエト連邦に加わっていたリバチ半島とスレドニー半島の西部がムルマンスク州に組み込まれた。1944年、フィンランドの一部であったペッサモとして知られる。 ペチェンガ地域がムルマンスク州に組み込まれた。1947年2月3日、ジャニスコスキ・ニスカコスキセクターはフィンランドからソビート連邦に買収され、ムルマンスク州に組み込まれた。住民の大半はロシア人であるが、わずかな数のサーミ人も暮らす。ムルマンスクとサンクトペテルブルクをつなぐ鉄道に沿った地域に住民が集中している。サーミ人にとっては、 サーミ人の歴史的地域でもある。漁業が盛ん。臨海石、鉄鉱石、銅、ニッケルなどを産する。バレンツ海上の陸方で原油が採掘されている。州都ムルマンスクの他に、工業都市のアパチートゥイ、キロフスク、モンチェゴルスク、軍港都市セベロモルスク、古い港町であるカンダラクシャヤコラなど。ありがとうございます。